罰則付きの残業規制は、繁忙期や一定の業種などについて、1ヶ月の上限を100時間程度まで認めるかどうかが、労使間での最大の争点です。先月27日の経団連の榊原会長と、連合の神津会長との会談では、溝は埋まりませんでしたが、例外措置として、1ヶ月100時間程度まで認める方向で調整が行われていて、10日にも再び会談を開き、合意を目指します。また、経団連が導入に反対している、勤務終了から次の始業まで一定の時間を空けるインターバル規制についても、一致点を見出したい考えです。